今年無印本気出してきました。本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の系です。今日はアナログ企画の日でございます。9月から、年内はですね、比較的皆様の来年の手帳選びのサポートになればと思いまして、販売されている様々な手帳の、使い方とかレビューを中心にアナログ企画は行っていこうと思っています。さてこの数日間ですね、いろんなまた手帳を出しておりまして、最近公開して人気だったのが 3COINS さんの手帳こちらと、あとはセリアさんの手帳紹介でしたね。やはりこのあたりはもう300円とか100円で買えてしまってこのクオリティなので、一部の方からするともうそれで十分なんだよと、100円とかワンコイン以下で買えてこれだけスケジュール管理ができれば十分という方も多いかと思います。一方で、良さわかるけどやっぱり紙質とか、あとは表紙のデザインとか、より細かい中身の仕事に対してのこう取り組みやすいデザインこだわるんだよという方も多いかと思います。値段が安いから悪い手帳、高いからいい手帳という概念は捨てていただいて、いろんな手帳を触れ合って開けていただいて、自分のライフスタイルに合っているようなもの、自分がやりたいことを書き込める手帳をいろいろ探していただければ手帳選びも楽しいかなと思います。さてちょっと前置き長くなりましたが、今日はですね、ついにこの企画をお送りしたいと思います。今日の企画はこちら、無印良品が本気出してきた一覧できるスケジュール帳プランナーの中身と書き方徹底解説。これ本気出してきたんじゃ。はい、というわけで今回は無印良品の手帳の中から一覧できるスケジュール帳を紹介していきたいと思います。実は今年は無印良品さんの手帳をレビュー書き方解説はしないでおこうと思っていたんです。はい、数ヶ月前ぐらいからですね、この9月の計画というか動画の企画って考えてたんですけれども、そこに無印なかったんですよ。というのも無印の手帳というのは、使い勝手めちゃくちゃ良くて、私の奥さんとかもこの手帳、無印の手帳しか使わない方なので、毎年横で、見てるわけですよね、奥さんの手帳を。で、思ってたのがさほど大きい進化がないんですよ、無印って今まで。マイナーアップデートはされてるかなと思うんですけれども、他の手帳に比べて、いいも悪いもデザインが固定されているので、だからこそこの末永く愛用されているファンも多いのかなと思っていました。そういったところから、来年の2024年のいわゆるこう手帳、無印良品の手帳も備えに大きな進化せえへんやろと。違う方、今年無印本気出してきました。めちゃめちゃね、良品というか、いろんな今までにはなかったようなサイズ展開とかデザイン違いの手帳がですね、ドドンとリリースされています。その中でもひときわ個性がね、もうバリバリ出ていたのがこの一覧できるスケジュール帳という手帳なんですね。今から具体的にこれどういったものなのか、中身の構造の解説とその使い方お話ししていきます。先に言っておきます。もしあなたがノート術、手帳術みたいな、テクニック使えるのであれば、これめちゃくちゃ使いやすいはずです。ぶっちゃけほぼ日手帳の今回私カズン使っていますが、カズン選ばなかったらこれ選んでもいいかなと思うぐらいかなり完成度が高い手帳ですので、ぜひ一緒に見ていきましょう。それでは中身見ていきましょう。本体の表紙のデザインはですね、今までの無印良品の手帳をそのまま継承されていますよね。もうこの質感、このデザインといえば無印良品ではないでしょうか。似たようなデザインの100均手帳ってよく出てきてるんですけれども、やはり物の良さに関しては付近商品が無印にかなうことはないでしょう。でチェックしてほしいのがこの厚み、横から見たこのデザインなんです。無印の手帳を普段使われている方からするとお気づきになったんではないでしょうか。分厚いんです。はい、分厚くて実際にこれ手に取って持ってみると重たいんですよね。1年間手帳の中では比較的重たい閉じ手帳になります。そしてよく見てください、ここわかりますか。そうなんです、これね、紙の長さがね違うんですよね。
一体なんでこのようになっているのか、それは中身に秘密があるので見ていきます。まず1ページ目開けてもらうと、これもう定番のデザインですね。1年間のカレンダーがずらりと並んだ俯瞰でチェックできるページになっています。印良品のデザインとか面積になってくると、これ2024年の手帳なので、23年、去年と25年、だからまあ来年になるのかな、前後1年間分のカレンダーもずらりと並んでいますので、ちょっと過去であったり、さらにもう一歩先中長期の予定を立てるときにはこのあたりのデザイン助かるなと思います。一般的なものって2024年が最初に来るんですけども、あえて2023と25のカレンダーを持ってきているのもポイント高いですよね。次のページ見てみると、ここで2024年のカレンダーが少し大きめでドドンと登場してくるわけです。さてではですね、このページ見るとなんとなく皆さんも違和感ありますよね。そうなんです、これわかりますか。この1枚目の紙ってこれ山折りになっていて、この紙を持って横にこのように展開するとですね、裏側に12月のマンスリーページと、その横側にフリーページ、そしてそこから続くように12月の1日、2日、3日、4日、5日、6日とデイリーページがずらずらとこのように並んでいるんですよね。そう、今回の一覧できるスケジュール帳というのはこのギミックなんです。マンスリーカレンダーって本来は1ページに印刷されているのを横側に展開することによって、常にデイリーのページですよね、書き込んだページをチェックしながら目線を左側に持っていくとカレンダーページが常に表示されているので、月間の行動計画とかウィークリーの動きをチェックしながらマンスリーページのタスクへの落とし込み、スケジュールの時間のチェックなどがめちゃめちゃ簡単にできるようになっています。iPad を2画面にして左側に Google カレンダー持ってきて、右側に GoodNotes 持ってきてるようなイメージに近い。このギミックがあるから今までの手帳ではできなかったことができるようになってるんですね。このお考えした人は偉い、はい、本当にすみません、偉い、めちゃくちゃ面白い。ぜひ無印良品さんの商品開発会議お邪魔したいです。すごいです、これ誰考えたんだろう。すごくこのどういった方がこの絵を思いついたのか、めちゃめちゃ教えてほしいですよね。はい、で基本的には今回のこのプランナーという手帳はこれの繰り返しです。はい、他に何かがあるというわけではなくて、この折り込みされているマンスリーページとずらりと並ぶ比較的大きめのデイリーページ、そして末、月が変わるページですね。ここに別のデザインが配置されています。1日から月末までの、まあ、横の長のボックスが並んでるパターンですね。よく採用されています。1ボックスあたりの高さ自体は比較的狭いんですけれども、横が長いのでこれ活用方法また後ほど解説していきますね。もうこれの繰り返しでございます。最後の最後にちょっとまあまあおまけ程度でフリーのページがありますが、特に何かジッパーポケットがあるとかペンホルダーがついてるわけでもないし、しおりもないですね。紐しおりもない状態でございます。ですね、使ってデメリット、もう少しこうした方がいいなというのも解説していきますが、全体の構造はこうなっています。ではどんな書き方がいいのか、今からその書き方解説していきます。それでは書き方、マンスリーページからいきます。マンスリーページのこのまあ特徴はですね、1日1日あたりのボックスがこれ正方形ではありません。普段というか皆様がよく使われる無印良品さんの手帳とか、私がよく紹介している手帳の多くはですね、この1日あたりのボックスが正方形のデザインのものが多いんです。今回紹介する一覧できるスケジュール帳は縦長の1ボックスなので面積若干狭めです。ここにいろんな情報を書き込むとかなり見づらくなるので、もうここはもう一択で時間は書かないやり方、イベント名だけを書く書き方にしてください。先ほど見た時にちらっとお気づきかもしれませんが、ウィークリーのバーチカルがないので時間をバレットジャーナルのように書き込んでいくことになりますが、ここの書き方はマンスリーはイベントの書き方だけで OK です。パッと見て、例えば今回、2月のカレンダーをサンプルで作っていますが、2月の5日に何があるのかな、オフの日は何かな、
キャンペーンはいつにやって、研修はいつにやるのかな、こういったものをパッと見れるようにしておけば OK かなと思います。このマンスリーページの横側にあるこのフリーのページには何を私書いているのかというと、これボックスですね。縦線3本、横線が 1,2,3,4,5,6 本の線を引いております。つまり横に4ボックス並んでるんですが、これ私考えたんですけれども、これ PDCA もしくは Y、 なんでを深掘りするフレームワークとして最適です。月間の自分の中で行動計画、行動目標を立てていきます。こんなことしたいな、仕事ではこんなことがしたいとか、プライベートではこんなことをやりたい、何かダイエットとかトレーニングしている人は数値的な目標があるかもしれません。月で自分がやりたいような行動目標をプランボックスに書き込みます。そしてその予定に対して何をしていかないといけないのか Do に書く。そしてそのやったことをチェックする。改善点をアクションに書く。そして再びこれと全く同じフォーマットを次月に書き込むことによって、連続しながら PDCA を行っていくことができます。きっちり書いておけば1年間経った時にこう見直すと、例えばその目的がどのタイミングで達成したのか、半年かかったのか、はたまた1ヶ月で完了しているのか、半年かかっている場合はどんな PDCA を繰り返してきたのか、かなり見やすいと思います。もし PDCA やらないよという方に関しては深掘りです。今回プランっていうところは P と書いてますけども、ここに何か書きますよね。一つのテーマを書くわけです。 A というテーマ、課題、それを Y、 なんでそうなったのかな、 A1 に落とし込む。 A1 に書いた課題を Y、 なんでで深掘りするみたいに、とにかく下へ下へ自分が設定したテーマを深掘りすることによって、課題解決するためのヒントを見つけ出していく非常に効果的な考え方、フレームワークになっていきます。ボックスがただ並んでいるように見えるかもしれませんが、 PDCA サイクルであったりとか、いわゆるこれ Y、 なんでという深掘りしていく考え方、両方に使っていくことができるので、ぜひこのページはですね、ボックス書いて月間の行動計画とか目標とか課題を広げる、深掘りしたり展開したりするページにしてみてください。それではデイリーページいきましょう。デイリーページは結構ワイド広めなんですね。1ページに2日分しかないので、この厚み重さになったんじゃないかなと思います。個人的にはこの厚み最高です。ではどのような書き方していくのか、今回これ考えてみました。まず上から約4マス開けて横線を引く。上下2ブロックを分けた後、下段ブロックには3等分、まあ実際ちょっと3等分難しいんですけれども、だいたい3つのワイドになるようにボックスを分けていきます。なので1日のページには大きく4つのボックスがこれで展開されます。上、今回は横のタイプのタイムスケジュール管理していきます。はい、縦にするとワイドがちょっと狭めだったので、余裕を持って書き込むことがやりづらそうだったんですね。横に展開していくことによって、わりかし余白を持った書き込みが可能になってきます。約2マス空きで書いていっても、9時から19時までのワイドで時間管理することができるので、基本皆様の仕事、働いている時間帯は横で管理することができます。で、書き方はシンプルです。11時から12時まで何があるのか、休みの時間はいつにあるのか、フリーの時間は何なのか書いていきましょう。そして下段に分けた3つブロック、書き方、まず今回紹介するのはタスクの AB とメモという考え方ですね。 A と B は、いろんな考え方があります。私の動画でよく言う、自分でコントロールできる仕事は A、自分でコントロールできないようなタスクは B という分け方でもいいですし、もしマネージメントされている方で A 点 B 点持たれている方は、それを分けてもいいかもしれません。いやいやいやと、俺10個ぐらいブランド持ってんだという方は、そもそもノーションとか Google カレンダーで管理した方がいいかと思います。もちろん ABC という書き方もいいんですが、そうするとメモ欄が消えてしまうので、メモスペースはやはり手帳ノートは取ってた方が便利ですよね。まあ多くても今回の場合はタスクを2つの仕分け程度に抑えておくのがいいでしょう。そして下段も同じブロックで、本来であればですよ、普通2月の2日も上からタイムスケジュール書きたくなるんですが、あえて私はこの1ページ下段に配置されているデイリーページはですね、タイムスケジュールを反転させて一番下に持ってきました。わかりますか、これなんでこうしたのかというと、赤線なんですよ。これ
タスクの A というものをもう一度下段に持ってくるんですよね。同じ配置、位置付けに持ってくるので、もしタスク A という自分で仕分けしたカテゴリーが2月2日ももちろん増えていくのであれば、そのまま下にチェックボックスで追加していくことができます。2月1日で全て完了していない場合は未完了のチェックボックス上に並んでくるので、連続してこれ書いていくことができるんですよね。なので見やすいんです。先ほどの PDCA ボックス同様に、あえてこれデザインを書き方を反転させたものを上下に配置することによって、未完了のモードのスライドがすごく見やすくなってきます。ぜひこのノートを使う場合は反転させたこのフレームワークで試してみてください。すごく管理がしやすくなります。デイリーのページ、次のページこう進んでいくとですね、このように PDCA ボックスは消えていきますが、左側のカレンダーマンスリーページは常に表示されている状態になっているので、1ヶ月の全体行動を把握しながらデイリーに落とし込めるようなデザインになっています。そして最後、これね、月が変わるときに登場してくるこの縦型のこのページなんです。これなんていうのが正式名称なんでしょうね。ここなんですが、ここ何を書いたらいいのか2つ、提案します。1つは過去動画でもよく言っているプライベート情報です。家族とのどこどこ遊びに行く、子どもの学習発表会運動会ある、友達との飲み会あるみたいに、絶対に自分がダブルブッキングしてはいけないような情報とか、楽しい情報を書き込むことによって、どうしても仕事中心になりがちな手帳の雰囲気を一変させます。仕事仕事って大変ですよね。特に連休明けって仕事しんどいし、次の休みまで待ち遠しくなります。自分の楽しいイベントだけを書いておけば、このページを見ると、よし来週も頑張ろう、次の休みまで頑張ろうといった気持ちになってくるので、あえてここはプライベート特化型にするのはいいかなと思います。もしくは仕事で振り切るのであれば、縦で見やすくなってくるので行動計画を書いてもいいかもしれません。キャンペーンはここからここまで、締め処理はここからここまで、スタッフの契約期間はここからここまで、特に集客が見込める時期はここからここまで。矢印を書き込むことによって、先ほどのマンスリーページよりかはより見やすく、どのイベントがいつまであるのか、いわゆる1日で管理しないような仕事、中期にわたって移動していく仕事を簡単に管理することができるので、このページはどっちかに振り切るのがいいかもしれません。では最後にデメリットでございます。はい、デメリットいきますね。1つ目、ある程度ノートのテクニック、手帳テクニックがない方からすると使いづらいと思います。かなり自由なデザインですよね。自分手帳さんとか、この前のスリコさんの手帳に比べると、もう自由です。もうデザイン超自由、フリーって感じなので、どんなことを書きたいのか、どんな風に時間管理したいのかを明確にしておかないと、わけわからんノートになると思います。ただ一方でフリーなので、仕事用手帳ではなくて、あくまでも日記帳として使うというのはいいかもしれません。1日の行動を振り返って、どんなことがあったのかを書くのであれば、誰でも簡単に自分の気持ちの変化、トレーニング記録をまとめることができるはずです。そして2つ目のデメリット、1つ前のパートでお話しした、私が何て呼んだらいいのかわからないと言ってたこのページですよね。このページはできればマンスリーの一発目のこのカレンダーの横っ側、 PDCA ボックスのところに配置してほしかった。こうすると左側のマンスリーページと中央に配置されている縦型ページでですね、いわゆるタスクとかスケジュールの動きの管理がしやすい。むしろ PDCA ボックスこそ一番ラスト、月が変わるページのラストで良かったかなと感じています。とはいえ、その配置が変わったからといってめっちゃ見づらいかというと、そういうわけでもないですけどね。3つ目、このピラピラですよね。これめちゃめちゃ便利なんですが、ここのページに書き込む際ちょっと手間かもしれません。特にこのピラピラページははみ出てくるので、書きづらいケースがあります。はい、この場合はですね、山折りを谷折りにして逆に折り込んで書くなりしながら対処しなければいけません。このあたりが普段使い慣れていない方からすると、若干面倒に感じるかもしれませんね。そしてラストのデメリット、しおりが欲しかった、紐しおり欲しかった。これぐらいのボリューム感になってくると行ったり来たりするので、まあ紐のタイプのこのね、しおりがあるとなお良かったかなと思います。
とはいえこれだけのクオリティというかこれだけのギミックと非常に考えられたデザインでお値段が税込み1290円です。いや安いと思います。これはすごく素晴らしい手帳を無印さん開発されたなと思うので、ぜひビジネスマンの方とかで自由に書き込んで仕事の管理がしたい人はこの無印の新しい手帳をチェックしてみてください。はい、というわけで今回は無印良品の手帳を紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。いや今年はまだまだいろんな手帳がありますね。 PDCA 手帳とかコメント欄でやってほしいというものがあるので、全部ができなくてもできるだけですねいろんなものをチェックしていきますのでコメント読んでます。ぜひ皆様でレビューしてほしい手帳があればコメント欄にコメントしてください。また概要欄に記載していますがボイシー、ツイッター、X もやってますのでよければフォローしてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。